オードリーのオールナイトニッポン。こないだね、朝6時半にテレビ東京出発っていう朝早い仕事があって、でまあロケバス乗って、まあちょっとでも寝れたらいいなと思って、ロケバスで寝たんですよ。でその目的地動物園まで着くの2時間ぐらい、2時間寝れるなみたいな、寝てて、寒っと思って、目が覚めたんですよ。前の席が春日なんですけど、ドア開けてんすよね。あ、窓ね。いや、ドアがまだどうでもいいだろ、お前。何言ってんだろ。いや、ドア開けてたって走れないもん。いいだろ、そこ別に。それ窓、それは窓やん。そんなの問題で窓開けてんだよ。で、春日は、あのカーテン閉めてるんですよ。だから春日に直接は冷たい風当たんないんですよ。そのちょうど直接当たんないけどカーテンの切れ端が俺の目の前だからエアコンの俺の方に向いてるみたいな、直接風かかってるんですよ。冷たい冷たい風が北関東の前の席こう覗いたら、こいつ、ジップアップのパーカー、首の下まで締めてフード被って寝てんすよ。いや、脱げや、おい。ヘルミッション寝るぞ、みたいなもんですよ。フードの口の方もこの辺で縛って。お、マジかと思って。で、俺もカーテン閉めればいいんだと思ったの。カーテンを、お前のカーテンの一番後ろの部分に合わせることによって、俺のさらに後ろに風行けば、なるほど、まだマシかなと思って、カーテン閉めたんですけど、春日がそのちょい手前までしかカーテンを引いてないから、6センチぐらいの間が空いて、俺にやっぱ来るんですよ、風が。寒い、寒い、寒い、北関東の寒い日だったわ、4月なのに。で、イラッと急に来て体が、おい寒いよつって言っちゃってたのも。したらしばらーくの間があったと、スーってドアを、窓が閉まる音が、スーって音がして音だけがして、なんかあーごめんなさいとか、あすいませんとか、何にもないそんなの、スーってドアがで着いてさ、もうカスが降りてってさ、ロケバス。カロタつなごいつと思って、降りようとしたら、でちょっとドア、窓の方見たら、ちょっとだけ開いてるんですよ。完全に閉まってないよ。いやいや。なんでその、ちょっとの配慮なんだよと思って。いや、完全に閉めてパーカー脱げやなんだよいや、これ怖いですよ、この感覚。自分が熱かったらみんなが熱いって思ってる感覚。あ、そう。で、もう、奥田隊と、もう本番始まる前、緊急会議ですよ。おう、何本当は、今日ブースのエアコンの温度、一番温度高くして、あいつに過ごしにくいって思わせて、俺はトークの後に思い散らしてやんだ、いいっすね奥田隊は言ういいっすねじゃないの、お前今、どう温度。そう言われてみればちょっと暑いよね。あ、言われてみればぐらいか。そうなんだよな。そう、やっぱそうなんだな。そうなんだ。いや、悔しいよ。悔しい。日本放送のそのエアコン初めて知ったんですけど、24度から27度まで。幅狭い幅狭い狭い日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。